どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、遊戯王マスターデュエルに新展開がございましたので、今日はそのお話です。WCS 開催が決定しました。遊戯王ワールドチャンピオンシップの略なんですけれども、 WCS は、開催日が8月、開催場所が日本ということで、なんとここにね、マスターデュエル部門が追加されるということで、ついにマスターデュエル世界大会へと参戦が決定しました。まあ、ゲーム内でね、予選を行って、出場者を決定するよって書いてあるんですけれども、あの公式サイトが、詳細はこちらっていうところが見れるんですけども、これね、一応ね、オフィシャルカードゲーム部門とデュエルリンクス部門、そして、マスターデュエルの部というのがあって、まあ、この、まあ、3つのね部門で世界大会開催されるっていう感じですね。まあ、オフィシャルカードゲームの部門はもしかしたら小学生の部とかあるかもしれないんですけども、まあ、ちょっと今ね、ラッシュデュエルが展開されてるかどうなるかちょっと分かんないですけども、まあ、一応この3部門があるということですね。でそもそもですね、ワールドチャンピオンシップっていうのは何なのかっていう話なんですけども、これはね、あのコナミが開催する大規模世界大会のことでございまして、2003年ぐらいから基本的に毎年開催されている伝統的な大会でございまして、過去にはね、日本とかアメリカ、イタリア、オランダ、ドイツなんていう世界各地で開催されているめちゃくちゃでけえ大会なんですよ。で2019年までは普通に開催されていたんですけども、2020年になってコロナの影響がねあったじゃないですか。だから2020、2021、2022は、まあ、コロナの影響もあって中止になっちゃったんですよね。で、2023で、まあ、ついに、まあ、今の状況を鑑みて復活をしますよっていう、まあ、これが決定をしましたと。2017年からは、OCG の一般部門と、あと OCG の小学生部門、あとデュエルリンクス部門っていうね、3部門で開催されていたはずで、まあ、今回はここにマスターデュエルが加わるっていう感じなんじゃないかなと思いますね。で、マスターデュエルのね、あの形式どうなるのかなっていうのを予想していきたいなと思うんですけども、まあ、おそらく予選はですね、まあ、デュエリストカップ形式なんじゃないかなと。予選で上位者が代表として内定するっていうね、これなんでかっていうと、あのデュエルリンクスっていうゲームがそうだったんですよ。あのデュエルスカップと同様のね、形式の、まあ、KC カップっていうのが何度か行われまして、デュエルリンクスっていうゲームでは、で KC では自分が所属している地域を選択するんですね。まあ、例えば日本人だったら日本とか、あとまあアメリカでやってる方はアメリカとか、まあ、ヨーロッパとか、自分の地域を選択して、で、KC をやって、でその地域内の1位の人は、まあ、代表に内定するみたいな、あの感じのね、まあ、代表者の選出の仕方だったんですよ、 KC カップでは。で、まあ、最後 KC とは別に WCS 最終予選っていうのがあって、でそこでは、まあ、形式はもちろん KC と同じなんですけども、地域内によって定められた上位何名かがまた代表者として内定するみたいな。だから何度か予選をやって、その中の、まあ、上位者をどんどん代表として内定させていって、で最終的になんかあの20人だかそんぐらいで、世界大会を戦うっていう感じの、まあ、そういう形式になっていると思いますね。で世界大会の決勝がどうなるかっていう予想なんですけど、まあ、おそらくね、デッキを3つ持ち寄っての BO3 形式になるんじゃないかなと予想しています。これなんでかっていうと、あのデュエルリンクスがそうだったからです。はい、マスターデュエルでもそうなる可能性が高いかなと。複数のね、3つのデッキを持ち寄って自分が好きな順番で出していいんですけど、そのデッキを相手にぶつけていくっていう感じですね。まあ、マスターデュエルはじゃあどうしたって先行が有利っていうのはちょっと若干あるんで、まあ、どうなるか分かんない。サイドデッキとかも一応可能性としてはあるかなと思うんですけど、まあ、DC の形式から考えるとちょっとかけ離れてるかなと思うんで、多分ないかなと僕は思っていて、だから、まあ、デュエルリンクスと同じデッキを3つ持ち寄っての BO3 っていうのが現実的かなと思ってますね。はい。で、マスターデュエル部門っていうのは今回申請されるんですよ。これね、ここ。だから、ちょっとまだ分かんないですね。どうなるか。まあ、おそらくデュエルリンクスの形式を踏襲していくことになりそうな気はします。で、環境はどうなるかっていう話なんですけども、おそらくですね、スプライトとか、まあ、ティアラメンツとかね、クシャトリーやビーステッドあたりがね、実装された後の、まあ、世界大会になるかなと予想できるので、まあ、そのあたりの環境になりそうですね。なんか、ツイッター界隈では、その懸念されていたのは、マスターデュエルがその持ち時間が300秒に設定されているから、タイムアウト結構しがちじゃないですか、割とランクバンドがやってると。だから世界大会でもなんかそのタイムアウトだみたいな、おーっとタイムアウトだみたいな展開がにならないかというのが一応懸念されてましたね。はい。
まあ、ティアラメンツあたりは結構墓地の超え方によって展開とかも変わるから、あ、プレイに相当時間かかりそうだし、なんかタイムアウト決着とか普通にありえそうで怖いなというのが若干の懸念点。はい。で、個人的に気になった点なんですけども、クロスデュエル部門どこ行きました？あれも一応世界展開してますよね。クロスデュエルさんがハブられてません？なんかリンクスもマスターもあるんですけど、クロスデュエルはないんですか？4人同時対戦だから難しいんですかね。もしかして、さ、いや、まさかな。それからですね、ラッシュデュエル部門ですね。ラッシュデュエル部門、なんか韓国でしかなんか展開されてないらしいんですよ、日本以外では。ラッシュデュエルってだから世界展開されてないから、世界大会がやらないのかもしれないなっていうのは言われてましたね。ラッシュはね、自分でやれてないんですけど、まあ、ルールは分かるんで、なんで、まあ、感染したら楽しそうなんでね、一感染者としてはなんか見たい感はあるかなっていう気はしますけどね。で、ここからは完全に余談なんですけど、あのマスターデュエルの1周年記念日がまた新浮上してるんですよ、いくつか。今日の状況を鑑みて、あのね、まずですね、これね、ツイッターではこの遊戯王オフィシャルカードゲーム25周年記念プロジェクトっていうのが2月の4日よりスタートしますよっていうのが公式のツイッターで発表されました。なので、マスターデュエル1周年記念日も2月の4日に合わせて、もしかしたら何か情報が解禁されるんじゃないかという説が新浮上しております。2月の4日説っていうのが、はい。でね、まあ、これとはちょっと別の説になるんですけど、2月の4日ではなく2月の6日にですね、あのゲーム内のメンテナンスがお知らせされました。2月の6日1時からメンテナンス、これおそらくそろそろ診断が来ると思うんですけど、まあ、ここでデータ更新があって、で診断の情報っていうのもおそらく解禁されるんですね、この辺で。ってことはですよ、そこに合わせて1周年記念関係の情報も解禁されるのではないかという説がありまして説多すぎなんだけど、例えば2月の6日のメンテナンスにお知らせがあって、で2月の9日あたりに多分診断が実装されるから、そこに合わせて1周年記念セールも実施みたいな展開はありえますよね。全然ありえるんですよ。いや、新しい説が浮上しすぎ問題っていうのももちろんあるんですけど、ただ2月の4日説ももちろん普通にあるし、2月の6日説もあるし、2月の9日説もあるんで、まだまだね、1周年記念日ね、ある可能性はあります。ただもちろん1周年記念日が時の任意効果であり、またタイミングを逃して発動できないっていう説も全然あるんで、まだわかりません。はい。まあでも諦めずにね、僕たちは待つだけしかやることないんで、続報を待ちましょう。いずれにしても WCS さんめちゃくちゃ楽しみです。今後も遊戯王マスターデュエルを応援していきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。